こんにちは。オッスオッス。スーパーロボット対戦アルファガイデン縛りプレイ、やっていきます。縛り内容の詳細は、概要欄か1話目の動画で確認をお願いします。ということで前回、ドームで黒歴史の封印を解きました。綺麗にまとまりすぎててすっかり忘れるけど、ドームはガンダム X、ムーンレースやら黒歴史関連やらはターン A ガンダムです。あまりにもクロスオーバーが綺麗すぎて、もともと一つの作品の出来事かと錯覚するレベル。どっちも月が重要で、地球が荒廃してるとか共通点が多いですから。なおガンダム X は別に文明が滅びるレベルではない。ターン A ガンダムのせいで毎回地球がそのレベルになってるだけで、ガンダム X ではそこまでは言ってません。それにしても復刻させる時代が限定的すぎるだろう。もうちょっと一年戦争時代の機体とか欲しかった。なんで冷凍系から解除されたかは謎なんですね。もともと冷凍系にされてたわけではないので、理由は特にないんでしょうね。スパロボの日本にはヤバいものが多すぎて、ロストマウンテンなんてものじゃ済まない。どう考えても核弾頭でも軽く思えるものが大量に埋まってる。どうやら安西エリ博士はドリルにロマンを感じる系の人のようです。なおこの先オリジェネでもドリル好きネタは続くらしい。
ということでシナリオスタート。味方はコウジ、サヤカさん、ムサシ、そしてブルーガーの神宮寺さんにコスケとめぐみです。そして状況は重くそ囲まれてスタート。まずはこの状況をどうにかしないことには、何も始まりません。ちなみに誰かが撃墜されるとゲームオーバーです。結構大変。ということでこのステージで戦力となるのは武蔵のゲッター1とコウジのマジンガー Z。戦闘のほとんどはこの二人に任せることになります。あとは修理ができて多少戦闘も可能なサヤカさんのダイヤなんと、修理も補給もできるものの、戦闘能力はほぼないブルーガー。そして特に出番のないバトルクラフトとボルトランダーです。そしてこのステージの目的ですが、コウジ以外の機体が画面端まで到達することです。結構離れているので、移動はかなり大変。思ったよりダイヤナンが強い。さすが戦闘用として作られただけのことはある。ということでこのステージで目指すことは、画面端まで移動することなんですが、ぶっちゃけて言うと急いで移動する必要は特にないです。そもそも敵が多いので、急いで離脱しようとすると敵に攻撃をされてしまい、誰かが落とされる可能性も上がってくる。ということでここは腰を据えて敵を迎撃していこうと思います。まあさすがにここまで囲まれていると場所があまり良くないので、一個上の山まで移動し、そこで籠城戦をしていこうと思います。修理装置も補給装置もあるし、長期戦を仕掛ければなんとかなると思う。なおバトルクラフトとボルトランダーは地中に潜れるので適当に潜らせておきます。これで攻撃されることはないので、適当に放置できます。地味に山の上に乗ってると地中に潜れないの毎回忘れる。なお一応グシオスなどの敵は優先して狙ってくる機体が決まっているらしく、遠くてもブルーガーなどを追っかけてくる機体がいます。この状況で一番攻撃されたくないのはブルーガーなので、できればそいつから優先して攻撃して落としましょう。おいおい、どこを狙ってんだ。なお概ね援護は全員が持っていますが、援護防御問題なくできて飛べるのはマジンガーとゲッター。なのでどんな状況でもブルーガーの隣にこのどちらかは隣接させておきたいです。適当に修理しながら援護防御の体制を取っていくのがいいでしょう。そしてそれなりに狙われた関係でマジンガー Z の HP が結構減ってきていますが、
こちらもさやかさんで修理しつつ戦闘をすることで難なく HP を確保できます。マジンガー Z 硬すぎなんだよなぁ。まず目指すところはコウジ君の気力が130を超えること。魔人パワーを発動させることでダイアナンやゲッターとは比べ物にならない効果力を出すことができるので、できれば敵にはもっとコウジ君を狙ってきてもらいたいところです。反撃でダメージも出せるし、被弾で気力も上げられるので一石二鳥なんですが、まあ狙ってきてくれない。とりあえず敵のジャラガはまだ移動と攻撃をしてこないようなので、まずは移動してくるグシオスから落としていきましょう。さりげなく久しぶりなゲッター。機体制限とかしてないけど、ゲッターだけは命中率の関係で主力から外れてしまったので、割と久しぶりの出番。なお武蔵に関しては1話目以来とかそのぐらい。そもそも武蔵とさやかさんに関しては仲間になるのが遅すぎる。シナリオ開始前の会話で言っていたように、ようやく武蔵、さやかさん、流星、ビレッタさんと合流し、元の時代のメンバーが全員合流できたわけですが、この人らが仲間になったのは地上ルート32話。残り10話ちょいしかないんですが、さすがに遅すぎんかと。なお月ルートを通っている場合、流星とビレッタさんを使えるのは次のステージからなので、最も話数の多い南ルートでも9話しかない。常に最後の方で仲間になるガンバスターでももうちょっと使える話数多いぞ。しかもそこで手に入るのはさやかさんと武蔵とかいうなんとも言えない二人と、合体ができない R1 に乗った流星と、無難に強くない R ガンパワードのビレッタさんである。なお流星は他に漏れず念動力がバグっているので、回避率だけはやたらと高い。さらに特殊技能でガッツも持っているので大概避け続けることはできる。登場が早ければ輝ける機体だけに、いろいろ残念感がすごい。ここで手に入るのはさすがに遅すぎるって。今さら R1 を改造していくかと言われると怪しくは思う。まあ流星の出番はアルファ外伝ではなく、アルファがメインだったので、続編作品ではこのぐらいが妥当である。デシャバルの良くない。さて早速ゲッターのエネルギーが切れました。ゲッターはどうしても燃費が悪いから困る。一応このゲッター1はゲッタービームの燃費もいいし、射程も3まであって撃ちやすい方なんですが、それでも他の武装のいまいち感もあってエネルギーが切れてしまう。
ミサイルマシンガンは攻撃力も高く便利ですが、ゲッタートマホークブーメランの攻撃力が1800しかないのはちょっといただけない。ダイアナンエースの格闘と同じ攻撃力なんですが、どうしてこうなった？ということで、コウジ君の気力も130を超え、攻撃力走行ともにイカれた数値となったマジンガー Z を主軸に戦闘を進めていきます。敵としてはグシオスが全滅し、ジャラガが周りにたくさんいる感じ。そして後ろからジェノサイダー F9 も来ているという状況。なお黄金対抗のミケロスは移動してきません。まあ来てもマジンパワー発動したマジンガー Z がいたら落とせそうな気はしますが。ミケロスには HP 回復がないので、殴ってたらそのうち落とせる系の敵ではある。ということで基本的な配置が完成。コウジ君のマジンガー Z を前に出し、一番援護レベルの高い武蔵を主軸に全機体配置。神宮寺さんは基本的に武蔵の HP を回復し、さやかさんは敵に移動してゲッターとマジンガー Z の HP を回復させます。生存重視の配置です。ほらほら、俺はここだ。ここにいるぜ。ミサイルパンチ。なお全基地上につけさせて山の上にいるため、防御力も上がり、回避率も上がっている。なのでマジンガー Z が回避することすらある。コウジ君の回避セリフ初めて聞いたかもしれん。ということでジェノサイダー F9 も来ましたが、こいつは HP が多いだけで特に強い要素はないです。このゲームの機械重系は HP は多いけど、それ以外特に強い部分はないっていう期待が多いですね。なお相変わらずジェノバだけは強い。むしろあいつが出てきて弱いスパロボって何がある？いつ出てきても命中率が高くて射程が長くて攻撃力の高いライフルを撃たれるイメージしかない。ということでジャラガがだいぶ減ってきました。初期状態だとジャラガが10機、グシオスが8機もいたみたいです。おい。コウジ君とかしばらく出番なかったのでレベルなども少し低めでしたが、このステージでモリモリと敵を撃墜していくことで、レベルが上げられます。なおレベルだけでなく、単純に敵が多く味方が少ないステージなので、技能ポイントなども稼げる。適当にやってるとコウジ君の格闘値が結構高くなりがちな理由は大体このステージが悪い。特に意識しないでプレイしていると、そんな技能ポイント稼ぐことないですからね。ちなみに今後コウジ君を使うかどうかは不明。前も言ったけど、基本的な性能自体は鉄矢さんの方が強いんですよね。精神コマンドが使用できない関係上、この二人の差別化はなかなかに厳しい。一応鉄矢さんの方が援護を覚えるのが遅いとかはありましたが、このレベルまで上がるとさすがにね。なお結局どっちも使う可能性もある。というかそのぐらいにはマジンガー系が強いんだよなやっぱ。ということで最後の一機となったジェノサイダー F9 です。一発削ったので、反撃でそのまま落としましょう。
ということで増援が登場。全滅させると増援が出てくるというのが、あと2回ほど続きます。何をするかはもうわかりますね。はい、逃げずに戦いましょう。ということでここから少しの間ダイジェストで戦闘アニメなどなどをお送りします。普通に全部流すと、あまりにも動きがなさすぎてさすがに。てめえの相手はこの俺だ。ロケットパンチ。笑わせんな。俺とマジンガーがそんなもんでくたばるか。ということでここまで増援を出現させること2回。残りの敵はピクドロンとゴーゴン対抗のミケロスのみとなりました。なおその間どの程度の戦闘が行われていたかと言いますと、工事とかのレベルと撃墜数で察してほしい。なおこちらがこのステージ開始時点の工事くんのレベルと撃墜数です。軽く20機ほど撃墜数が増えてます。そしてそれらを修理していたので、さやかさんと神宮寺さんのレベルも凄まじいことに。さてそんなわけですが、ピクドロンは HP 回復大持ち。さすがにいくらなんでもマジンガー Z だけで撃墜するのはちょっと厳しいとは思うので、ここらでコウジ君の作戦通り対比していきたいと思います。マップ端まで到達すると、今のバトルクラフトとかみたいに撤退します。ダイアナンが山に引っかかって移動力が足りてないですが、特にピクドロンから攻撃されるとかいうわけでもないのでゆっくり離脱させましょう。一応マジンガーの HP はブルーガーで回復させておきます。そして今のターン数、29ターン目。時間のかかり方が一発でわかりますね。
ということでマジンガー以外の機体が撤退し、さらに敵増援が登場。ここから先はマジンガー Z の HP が減ればイベントが発生します。ちなみに離脱時に神宮寺さんが喋ってましたが、最後に離脱した人の美光寺くんとの会話がある模様。ちゃんと全員分用意されているんだとは思う。コスケとかマジで見たことないけど。バトルクラフトとボルトランダーをこのステージで最初に離脱させなかった人ゼロ人説。ということでこれで前編ステージが終了。そして今回はここまでです。次回、後編ステージやります。それでは、ご視聴ありがとうございました。